最高。見てこれ。スズメさんの研究の、まあ途中だけど、もうこのサイズをバンって見せられただけで、おっと思うじゃん。これもうタイトルになってるんですよ。この時点で。みんながまず気づいて、見てみようかなって思うことがまず大事なんだ。そのためには、こういう力の向きがね、大きいものをバンって用意するってすごいことなんですよ。これ、すごいパワーある。だからね、さっきつよぽんはタイトルをなんか変わったタイトルにして人の気を引いてる。そう、こういう方法もあるってことだ。これタイトルうんぬんじゃないじゃないですか。バンって見せられたら、何これってなる。で、何これってなったらもう勝ちなの。それはね、私はこれをやりたいと思って避難経路、クラス全員分の避難経路全部考えてあげましたと、これからやるんですけど、すごくないですか。自分のための避難経路だったらありえると思うんだ、今まで。だけど、クラス全員、一人一人の友達の家を全部、自分の友達だから、大切な友達だから、どうやって逃げたらいいよっていうアドバイスをここに貼ったら、俺のどれだってなるじゃないですか。絶対に、自分にも関係あるんだから。で、それ人のためにやったものってすごいんですよ、パワーが。自分の好きなことでいいんですけど、自分の好きなことなんだけど、自分の自己満足じゃなくて誰かのためになってるっていうところがあると、そこが一番自慢ポイントなの。そこなの。これスズメ研究員のね、もう今日来るまでに持ってきてくれるなんて思ってもみなかったんで、ちょ本当びっくりしてるんですけど、今日はね、新研究員もすごいんですけど、ちょっとすごいんだな。これ面白いってやつよ。みんなね、ハマって帰ってこねえ。あ、いい。違う。こんな予定じゃ実はあまりなかった。でもいいね。嬉しいごさんです。ゆうさんもちょっとやってみて。感じだから。ここまでのは。この辺とか使ったら、もう仕上がりはもう見えてるから、いい感じに必ずなるので、今、ここの真ん中の、書けば、普通に書けるっていうものを、大体一緒に書いてる。そこすげえ大事。ほんと自分の思った通り、これは萌えちゃんのやつだけど、もうざっくりでいいな。自分の顔がいきなり撮るとあるとか、イラストの方が面白いじゃないですか。自画像とか。じゃあ、お気に入りの文字にしてみよう。もう恥ずかしいかもしれないけど、ただめっちゃおもろいと思います。載せるし、だけでこういうのを決めて、で、そのたびに、それやっていいの？前持っていきたいのだけやつとか、ちょっといろいろそんな。まあ、調べて分かることがあるかもしれないけど、今聞きたいと。ちょっと2年生なの？すげえ。
生でもね。いや全然いいんだよ、気にしなくて。これよりずっと変わったら入ってこない。川君はちょっとここ行ってみようか。これは最初書いたからもう一回読んだらいいんだけど、一言で実質的な人物だよ。これこういうのだってよっていうのを相手はなぜノイズがあって調べようとしたのは、これちょっと一言で、そうみんなにさ、分かったことは保有力1個あったって、もう2個あったら保有力って何だって言ってたら、新元ゲームも物腰があるんだよ。てかすごい、イケアバッグはそのための題名だった。これ、それが3枚、3枚、なんで火山をして、あ、そうだ、すごいね、これはなかなかだな。でもこれで収まらないぐらい題材はあるもんね。それぞれ結構頑張ってくれてますけど、僕が想像していた以上にレベルが高くて、いやちょっとね、もうワクワクしますね。早く見してって感じ。早く見して。完成させてなくてもまだ全然いいですからね。で、ちょっとこれから全部書き切ってなくて全然 OK です。まあ、もしね、あえてこれなくてもいいんですけど、質問したいことがあればそれ後で聞いてくださいね。まあ、それ書いておいてください。で、まだ皆さんちょっと途中だと思うんですけど、最後にまず残り30分ぐらいですけど、もうあのね、ここまで来てくれてる人もいるんですけど、最後の研究のステップで、君の研究結果の凄さにどうやったら気づけるかっていうことをね、やってみたいなと思うんですね。で、ここは自由研究をやる時の、まあ、こういうふうにまとめたらいい感じなんじゃないかなっていうアイデアをいろいろ書いてもらいたいんですけど、だから自由に書いてください。だから、例えば新研究員の場合はですね、もう学校でこういうのにまとめてくださいって決まってるんですって。だからこれ戻すんですね。自分のやったことをこういうふうにこの中でまとめてくださいって決まってるんですよ。だから彼が書いてるのは、この物干しのどこにどういうタイトルを載っけて、この2番目の項目はここに書いて、3番目のっていう、まあ、設計図的なデザインはこういう感じにしたらみんなにパッと見て分かってもらえるんじゃないかなっていうアイデアを今ここに書いてくれています。
題材を不正にいろいろ調べて書いてもらってきたと思うんで、同じことだけど改めて全体を通してまとめるとこうだなっていうことを書いてくれてもいいです。自分にとって綺麗だなとか分かりやすい感じってこうだなっていうふうに最後にまとめるとこういうことですっていうのを書く欄にして使ってください。でその時にね、いきなりやるとどうやっていいか分かんないってなった時はここに戻るとよくて、研究って自由研究っていうと実はまあどうしてもどうやったって別に先生に怒られることはないと思うんですけど、研究ってどういう要素で成り立ってるかっていうと、まず この順番でこの内容でこの項目が入ってたら研究っぽいんです。まあ研究っぽいっていうか実際研究なんですね。研究の形式っていうのがあって、まずきっかけ何でしたか、それをちゃんと書く。自分はこの動機でこれを調べたんですよってちゃんと宣言する。意外とそれしないでこれ作ってきましたってなったりとかすると思うんですけど、どんなものでもいいんですけど、みんな知ってることであってもみんなが興味あるかないかはよく分かんなくてもいいから、まずきっかけは何だってちゃんと言う、正直に。それで伝えたい相手は誰なんですよってはっきり言う。これすごい大事で、スズネちゃんとかスズネ研究員とかはもうクラス全員の誰々ちゃんとこの名前が出てくるわけだね、避難経路は。それって伝えたい相手がはっきりしてるってすっごい大事なことで、そうするとあ、自分のことだってなったりするわけで、例えば自分じゃなくてお母さんに伝えたくてやりましたっていうと、お母さんのためにその研究だったの、すごいねってなるんです。だから研究の同じ研究やったとしても伝えたい相手をちゃんと宣言するって見え方が全然違うんです。あ、その人のためにやったんだ、自分の自己満足じゃなくて、自分がただ楽しいからじゃなくて自分の好きなことだけどあの人のためにやったんだというのを言ってみてください。で、調べようとしたことを一言で言うと大体こういうことですって言うと、あ、そういうことやったんだ、詳しくはどういうことなんでしょうかって聞きたくなるんですね。じゃあ、まず一つ言いましょうかっていう感じになって、二つあるんだったら三つあるんだったらっていうので、まあ順番にもし一言ずつあれば書いてみると、それが大体例えばこういうポスターにまとめるんだったらポスターの項目として1個目の結果、2個目の結果、3個目の結果ってタイトルにここから来るんです。ここから持ってくれば大体まとまるわけですよ。で、例えば結果研究の結果として分かったことだけでも全然研究としては立派なんですけど、もっといい感じにするにはですね、いや君の研究やっぱ広がり方すごいよ、この先の将来性ある君はっていう感じにするにはですよ、実はね調べてみて逆にもっと不思議になっちゃったことがあるんです。あるよね調べれば調べるほど自分詳しくなったんだけど、詳しくなった分だけ不思議に思っちゃったことがあるんですよ。それってレベル高いっていう証拠なんですよ。それを書くとですね、君の研究はすごい将来 もっと続けた方がいいよって周りのみんなが思ってくれるんです。で、なおかつだからこう不思議に思ったからこそもっと調べたいなって僕こう思ってますって言っとけばですよ、仲間できるかもしれない。俺もちょっとする興味あるからさ手伝うからちょっとやりませんってなったらもっとすごい研究なんですよ。で、例えば他の人とお母さんでもいいしお父さんでもいいですけど、まずは相談したりとかしますよね。こうなのかな、どういうふうに調べたらもっといい感じになるかな。で、今日研究員同士でやってもらってもいいんですけど、他の人とできるだけたくさん関われば関わるほどその研究の同じことをやってたとしてもね、その研究の将来これもっとすごくなるんじゃないかっていうワクワク感がこう広がるんです。そういうのを思いついたらどんどん書いていくと、今までの自由研究と一味違うぞって感じに仕上がるんですね。それをね、こう
もこの中にこの要素を盛り込んでってまとめていくといい感じになるよ。で、まあ、今日ね、僕が自由研究としてまあ、こういうことやったらいいよっていうのは、まあ、ここまでなんですけど、ちょっとね、今途中だと思うんですけど、途中だと思うんですけど、大体こういうことやってこういうことが分かりましたっていうのを6人それぞれちょっと聞きたいなと思うんですけど、ちょ全員ちょっと立ってみて。はい、全員ちょっと立ってみて。はい、じゃあ一人ずつ簡単にね、全然でも発表会とかって感じに思わなくていいから僕に教えてください。大体どういうつもりで調べてみたらこういうこと分かったんです、この辺不思議でしたとか言いたいことがあったらそのまま言ってください。紙見てもいいし、もう思いつくことバンバン出てくるんだったらそのまま言ってくれてもいいです。じゃあね、やっぱりしんくんはすごいからさ、最後のしんくんはすごいから、じゃあ誰から行こうか。海底研究員はどうかな。海底研究員は何調べてくれたんだっけ。どういうこと調べた。火山のどういうことを調べた。火山の仕組み。あ、逃げ方です。逃げ方、なんで調べようと思った。なんとなく気になったでもいいんだよ。全然なんでも自分が思った通り。かっこいいから。あ、火山かっこいいって感じわかるよ俺。わかるよ。うん。それで興味持ったんだ。でも逃げなきゃいけないから逃げ方を調べたんだね。なんか分かったことある。どういうことか分かんない。なんでもいいんだ。注目するものがあると思うんですけど、溶岩に注目したのが楓研究員のね、才能のあるところなんだ。火山にもいろいろあると分かったでしょ。火山にも逃げなきゃいけないものいっぱいあると分かったでしょ。でもその中でも楓研究員は溶岩に注目したんだよね。で、溶岩からどう逃げたらいいかってことを考えようとしたわけだよね。そこから始まったっていう出発点をちゃんと自分で覚えておくと、あ、こういう感じでまとめたらいいなっていう最後のまとめ方も そのことを忘れないで、このまとめ方後でね考えてみてほしい。ありがとう。じゃあ次は同じ火山でもう一人行こうか。タスク研究員。タスク研究員も結構さ、火山のところでさずっと座ってずっと書いてたじゃん。どうだった。きっかけは何ですか。そもそもなんだ火山ってって感じですよね。地面って動かないもんでしょ、本当は。地震ぐらいだったら分かるけど、火山って派手すぎるからね、不思議だなと思ったんですよね。うん、それで誰に伝えたいですか。学校の先生。おお、何先生ですか。岡島先生。岡島先生っていうのは理科の先生か。いや、他人。他人の先生か。結構そういう話してる普段。なんかそういう、そういう話をして。ああ、普段から結構いろんな話してるんだね。そこに今回の自由研究は火山ですってやるわけだね。あともう一人、向井先生っていう理科の先生が。ああ、そうなんだ。なるほど。あ、その理科の先生はね、もう間違いなく興味持ってくれますよ。で、分かったこと何ですか。火山ガスと家の火事は、家の火事の方が危ないんです。ガスだ。さっき楓君にはさ、溶岩だったでしょ。固まったものだよね。でもガスに注目する人もいるわけだよね。で、同じ火山なんだけど、仕組みかもしれないけど、全然違うよね。それで話が、溶岩とガスで全然違って、しかもガスについて調べていたら、火事の煙についても自分の知識が深まっちゃったわけだよね。それつながりじゃん。そのつながりがすっげえ大事なんですよ。ね。
で最初のテーマで決めた時に思いつかなかったつながりを見つかっちゃったところにもうすごいなんていうのかなオリジナリティっていうかタスク研究員らしいなって感じが出てくるはずだからそれもうだぜひね、ま、いい感じにまとめてください。じゃあ次は隼人研究員だよね。隼人研究行きましょうか。どうですか、きっかけは。何が不思議だと思った。台風について不思議だなと思ったんだ。どうして不思議なのかな、動きがね。台風にもいろんな不思議あるんだよ。いろんな不思議あるけど動き方が不思議だと思ったんだ。なるほど。それでそれを誰に自慢しようかなって思ったんです。ご親戚は東京にいるんだっけ。ね、会いに行ったら絶対いいな。で、東京の人はあの台風のこと気にしてくれてますから、絶対ね。あの埼玉の人よりも台風気にしてるよ、きっと。上陸してすぐだから。でまだ結構風も強くて弱まる前だから雨も強いし、すごい気にしてくれる。絶対あの注目してくれるから絶対気にくれる。それで分かったことは。コリオリ力、はいはいはい、おー、今ね、コリオリ力って知ってる人います？知らなかったって人、コリオリ力知らなかったな、ちょっと聞いたことある。普通知らねえよ普通じゃ、コリオリ力っていう力でぐるぐる回ってるってこと知ってる。調べたら分かった。素晴らしいです。そんな小学生なかなかいないですから、はい、もうそれだけで自慢できるね。はい、じゃもう一個か二個あったら言いたいことある。暴風域は25メートル以上で。暴風域な、うん、なんかニュースで暴風域ってなんとなく聞いたことあるかもしれないけど、風速が25メートル以上のことを暴風って言うんだ。暴風って何メートルってどれぐらいのもんなのかを下で体験できますよね。で25メートルとか30メートルとか体験すると思うんですけど、何のためかって暴風だからなんだよ。暴風ってこれだから。それでその中を暴風域って呼んでるんですね。うん、それを分かったと。暴風域は15メートル以上。強風っていう言葉は暴風よりもちょっと一段階弱くて15メートルだった。はい。17メートル以上で強風。17メートル以上の風が吹いてるやつを台風って言うんだな。すごいよこれ。おおって思うでしょ。おおって思ってますから。自慢できる人がここに一人いますから、はい、素晴らしいです。はい、じゃあ次はゆずけんに行きましょうか。ゆずけん聞いたですか。どういうきっかけで何を選んだ。うん、うんうん、あ、それを前からしようと思ってたんだよね。前からそういうきっかけっていうよりは前からそういうことを考えてた。どうかこれを選んだきっかけ、動機というか、という感じ。はい。で、調べてみてどうでした。なんか分かったこと。地震って、揺れるってことしか普通思いつかないんですけど、液状化って知ってますね。同じ地震でも液状化に興味持つ人と、ただ揺れてそれをどうするって話に興味持ってる人、全然話が変わっちゃうわけ。液状化に興味持ったんだ。それ結構少ないと思う。あの、例えばクラスで地震に興味ある人は何かひょっとしたらいるかもしれないから、そういう人は聞いてくれると思うんですけど、その中で液状化に興味持ってちゃんと調べてたら、それは知らない人多いと思うから、それはすごいね、あの聞いてくれると思うんですけど、他に何かあります。もっと調べたいなとか思ったこと。ああ、今のところ、あの、でもね、ゆず研究員は今あの調べてる途中で図書コーナーがあるんですけど、地震の本をこういろいろ集めてきて、昔の地震、でっかい地震と、ね、最近起こった熊本地震とかの実際の被害のことを調べたりとしてくれてるんですね。はい、でそれを最後にどうやってまとめるかっていうのを
これからやろうかなと思ってるってですね。で、じゃあ、鈴音研究員に行きましょう。鈴音研究はどういうきっかけですか？クラスのみんなは、うん、災害時に助かってほしいから調べようと思って。優しいよね。もうこの時点で俺はちょっと泣けるこんな動機で始めた自由研究なんて俺今まで聞いたことないもん。でもそれはもうそれがエネルギーになってる人ってやっぱ中身の質もどんどん高くなるもんなんですよ。あの人のためと思ったら、はい。それで今分かってることなんかあれば、うん。避難するときに瓦が落ちてきそうな家やブロック塀が危ない。ああ、そう、避難経路ね、さっきちょっと地図見てもらったけど、あそこにクラス全員の避難経路書いてやろうっていうね、すごいプロジェクトを考えてるんですよね。いや、本当ね、こんな聞いたことないですよ、僕も。いや、こういう防災センターとかいろいろ行きましたけど、見たことないし、聞いたことないです。でもすごいですよ。みんなが欲しがってるもん、それでしょ、本当は。で、それを具体的に経路回っていって、ブロック塀がどこにあって、どこの火事が起こりそうで、それ全部調べていこうっていうすごいプロジェクトで、これすごいエネルギーかかると思うけど、これほんとね、持ってきたら、ね、クラスのみんなに絶対それすごいって言ってもらえるから頑張ってほしいなと思います。はい、じゃあね、最後ですけど、最後新研究員はね、持ち込みなんですよ、唯一。だから今日の館内で調べたことじゃなくて、だからみんながやってくれたこととはちょっと作業違うんですけど、新研究員ちょっと独特だから、ちょっとみんな聞いてみて、きっかけなんですか？あ、テレビでクリスパーキャス9を知って、はい、なんかかっこいいなって思った。クリスパーキャス9ってなんだよってまず思うでしょで、はい、なんですか、クリスパーキャス9。生命の、まあ、命の中には遺伝子っていうものがあって、その遺伝子の中には何の働きをしなさいとか、体の中で何を作りなさいとかいう全ての命令が書き込まれた、いわゆる情報が入っていて、で、まあ、作って欲しくないものとかを、作られて欲しくない物質を作る遺伝子なんかを、そのクリスパーキャス9が切り取ってくれる。なるほど、なるほど。それで例えば自分だったら何切り取るんだよ。ほくろができる遺伝子を切り取りたいです。何、もう一回、ほくろができる遺伝子を切り取りたいです例えばね、自分の気になってるほくろあるでしょ、なんか思いつきます？自分のほくろここにありますよねとか、ちょっとあります？あるでしょ。で、例えば、まあ別に気にしない人もいるかもしれないけど、これ嫌だなって思った時に、遺伝子をクリスパーキャス9のシステムを使ってね、遺伝子を切り取っちゃえばほくろが消えちゃうかもしれないっていう技術なんだよね。クリスパーキャス9すごくねすごいでしょ。で、それについてサイエンスゼロってテレビがかっこいいと思って、それ調べたっていうのが新研究の話なんだけど、まあ、独特だなと、他のみんなと全然違うなと思うかもしれないけど、でも手順は一緒なの。きっかけがあって、誰に自慢したくてとかあって、で、分かったことはこれで、不思議だなと思ったことをさらに調べてみたいなと思ったことって何なのかって言ったら、そのほくろっていうね、誰でもそれだったらイメージできるじゃん。ほくろを切り取って大丈夫？逆に悪いこと逆に起こらないのみたいなことが不思議になったっていう。それさ、そこも、いや、いろんな資料からこれ面白かったですってまとめた研究はあるんだ。でも自分のほくろに注目してそれをどうしようみたいな話になったら、その研究ちょっともうちょっとやってみてくんないって思いません？自分も知りたいって思いません？気になるよねって感じになるじゃん。ここがすげえ大事なんだ。わかる？自分が調べてみて余計不思議になっちゃったこと、ね、で、これを今人にお互い教えようとした時に結構頭使ったでしょ。メモ取ってたんだけど、ちょっとゆっくり言わないと頭が整理できなかったりとか、頭使うでしょ結構。これなかなか普段やらないんだよ。
やらないことをやると一番頭良くなるこれね。あ、じゃあ皆さん座ってください。どうもありがとう。素晴らしい研究結果だからね。あの今日はこのシートでまとめるだけまとめてもらえれば全然 OK で、あの学校の指定があるならそれにきっと成長したりすると思うし、なんかもっと自分のやりたいアイデアがあればもうそれに作ったりとかまとめ直したりとか ノートにしてもいいし、何でもいいんだよ。何でもいいんだけど、そのそれに行くときにあのこういう風にしようっていう設計図をここに最後にまとめておけばもう絶対いい研究になります。はい、それでちょっとね、今日ねあの自慢できる自由研究っていうことであの防災をテーマにこれやりましょうって言ってみんな集まってくれたんだけど、まずねここまで来てくれるってだけでもうすごいよっていうことを最初に言いましたけど、自慢できるよっていうことは今人と結構言ったよね、言ったと思うんですけど、そこをどんどん自慢してくださいね。だけど本当はねもうこういうところはね見つけたら何でも自慢していいんだってことなんです。でまずねあの最初に言いましたけど、進め方の手順をプロ並みです。今回ね例えば目的調査まとめってこうステップをちゃんと踏んでるものを研究って言うんですよ。今まで自由研究っていうのは小学校では特にねこれ縛りなかったじゃないですか、ね、特にだけど誰のために何のためになんで自分がこの研究をしようと思ってるのかって目的がすごいはっきりしてて、今もうはっきりしてますよね。はい、で調査をちゃんとやって自分の足で歩いて見て触って調べて、でそれは映した部分もあるかもしれない、それ全然いいんですよ。で調査をちゃんとやって、でやっただけじゃなくてやったことをもう一回人に一言で伝えるにはこうすればいいってまとめ直したんですよね。でこれの手順を踏んでるのを研究って言うんです。これはやってる人まずいないんで、これだけでもうやこの手順踏んでればバッチリこれは自慢できるんです。でさらにですね、これ今日もやねお互いの研究結果聞きましたよね。自分の研究をやったっていうだけじゃなくて、あの人火災になってこんなことが分かったんだ、聞くとそういう見方をするんだったら俺の研究にはこういう風に活かせるんじゃないかなとか、あそういうマップ作るっていうのはいいなってちょっと真似てみようとかっていうのをどんどん使っちゃえばいい。でいろんな人と協力したりとか相談したりとかってした研究は絶対レベル高い。一人で考える、一人で頑張ることも大事なんだけど、いろんな人の協力をお願いします、これやりたいんですって頼んでやってもらうとか、相談して常に考えてより良い答えを探そうと努力したことはもう絶対自慢できる話なんです。で、さっきも鈴音研究員の話はちょっと俺泣きそうだって言ったけど、ね、自分以外の誰かのためにやってる研究ってそれはもうそこが一番誇りなんです。僕らもプロの研究員としてやってますけど、誰か自分のためだけじゃなくてこれ分かったらこれ調べて誰かのために伝えたらあいつのためになるって思って続けていくことが誇りになると、もうただの自由研究じゃないんです。もう小学生とか中学生とか関係ないんです、ね、大人がどうかなんて関係ないんです。レベルが高い低いじゃなくて誇りになるんですよ。誇りがある人は自慢できるとかそういうレベルじゃなくて、もう俺はこれやるんだって、これ素晴らしいことなんだって心から信じられるようになるんですよ、やってるうちに。はい、ということで、ね、いや今日もうあのこれ、ね、本当にやこれをまんまやってくれてる研究員が、ね、いるってことは正直はあんまり想像してなかったんですけど、いたからびっくりした。でこれをみんな今日やってくれたからもうそれだけでもうみんなのレベルはクラスの中でダントツです、今の時点で。まあ、仕上がってないかもしれないけど、まだでも仕上げたとしてもバッチリです。それでもうこの手順をできたらね
こういうふうにやっていくと研究って面白くなるよっていうことをもうクラスで流行らせたよ他の人にも自分だけでとどめないで、こういうふうな手順でやったこと全部研究だから、それ家の中で何でもいいよ、例えば、まあ、旅行に行くときに、旅行先決めてそこでどうやって楽しく過ごすかってことを考えるとするじゃん、それもこの手順踏んだら結構立派な研究になりますから、でも身の回りに研究したいことって多分いっぱい転がってますんで、それとしかもさらに最後に今日調べた防災の話とかとつながりを見つけたらもう最高です、つながりどっかで見つかります、はい、ということが、はい、ちょうど12時半ですけど今日皆さんに自慢できる自由研究ということで僕が言っております、はい、じゃあ素晴らしい自由研究になることを僕は願ってますんで素晴らしい自由研究仕上げてください、はい、今日は終わります、はい、じゃあ午後もまあしばらくいるんでね、なんか来たことあったら声かけてください、はい、じゃあどうもありがとうございました、はい、で書籍の方はですね、はい、5冊まで貸し出し可能ですので、はい、今日も手続きやってそのまま借りてっても大丈夫です、はい、借りていきたい人はね、はい、2週間ね借りれますんで、違う家に見えるな。